古橋亨梧プレミア移籍しても得点量産できる説。古橋亨梧、スコットランドの名門セルティックでの2シーズン目を迎えた彼は、持ち前のスピードと動き出してゴールを量産。シーズン27ゴールを記録し、得点王に輝いた。それほどの活躍を見せる古橋だが、プレミア方面から注目されており、クリスタルパレスやサウサンプトンなど移籍の噂が上がっているが、今回はその噂の中からブライトンに移籍させ、プレミアでも得点を量産できるのか見ていくことに。早速古橋をブライトンのワントップに配置、三笘との日本人コンビも誕生したところで検証スタート。開幕戦はウルブスと対戦。スコットランドで王となった古橋は、この新天地プレミアでも結果を残すことができるのか。試合は前半9分、ブライトンは中央で三笘がボールを受けると、圧倒的なスピードで相手を置き去りにし、そのままゴール。シーズン第1号はプレミアの先輩三笘が決め、ブライトンが先制に成功。左サイドだけではなく、中央でもさすがのドリブル突破を見せ、華麗にゴールを奪った。さらに20分にも、ブライトンは華麗なパスワークでウルブスディフェンス陣を翻弄すると、最後に決めたのはまたしても三笘。今シーズンプレミアで一回り成長した三笘が、このシーズンは開幕戦からエンジン全開。しかしこれで終わらなかった今日の三笘、34分にもゴールを決め、前半だけでハットトリックを達成。古橋の企画なのだが、盛大に見せ場をかっさらわれ、嬉しいようで複雑な心境の我々。その後ブライトンは前半終了間際に1点を返され、3対1で前半を折り返すことに。後半なんとか見せ場を作りたかった古橋だが、なかなかいい形でボールを受けることができず、この試合はスコア3対1のまま終了。古橋のプレミア開幕戦は三笘の独壇場となってしまい、ほろ苦いデビュー戦となってしまった。そんな中、第2節は復讐に燃えるアーセナルと対戦。最大のライバルが味方にいたかと思いきや、次はビッグシックスとの対戦と、なかなかシーズン序盤から苦労を強いられている古橋。スコットランドでの輝きを取り戻せるか。しかし試合は今シーズン優勝をあと一歩のところで逃し、リベンジに燃えているアーセナルに前半だけで3点を奪われ、力の差を見せつけられるブライトン。そんな中40分、古橋にゴールチャンスが訪れるも、シュートはあさっての方向に飛んでいき、このチャンスを仕留めきれず、前半は3対0と圧倒され終了。しかしエンド変わり49分、ブライトンは中央でセカンドボールを拾うと、その流れから最後は古橋。古橋の待望のプレミア初ゴールは反撃ののろしを上げる一発。さすがのポジショニングから確実にゴールを決めた。その後は徐々にブライトンもボールを握れるようになり、69分には古橋のシュート。しかしここはキーパーのセーブに遭い、ゴールとはならず。その後もチャンスを作りながらも結局追加点は奪えず、アーセナルに完敗。しかし古橋の待望の初ゴールが生まれ、これからの活躍に期待の持てる敗戦となった。そんな中、第3節でもビッグシックスとの対戦となったブライトンだったが、前半の立ち上がり12分、カウンターから古橋が1人抜け出すと、スピードで相手を完全に置き去りにし、先制ゴールを記録。アーセナルからゴールを奪ったかと思えば、トッテナムからもゴールを奪い、2試合連続の得点で好調な様子を見せる古橋。さらに先制し勢いに乗ったブライトンは19分、古橋のパスからララーナが決め、トッテナムを突き放す2ゴール目を記録。さらにさらに37分、またもカウンターから古橋が前線でボールを受けると、相手を置き去りにし強烈な一発をお見舞い。なんと前半から3ゴールとアーセナル戦とは打って変わり、トッテナムを圧倒。そのうち2点が古橋のゴールと完璧な試合運びで前半を折り返すことに。しかし相手はトッテナム、後半は意地を見せブライトンゴールを襲いにかかるが、なんとか踏ん張りを見せる守備陣。74分に一瞬の隙を突かれ失点を許すが、その後は追従を許さず。
そのまま試合終了。古橋の2ゴールの活躍で強豪トッテナムを見事に下し、勝ち点3を獲得した。さらにその次の試合もリバプールと対戦という厳しいスケジュールとなったブライトンだったが、この試合も絶好調の古橋が輝きを見せる。試合は立ち上がり、リバプールの威嚇射撃をなんとかブライトンが耐えると、14分、ブライトンはスピーディーなパス回しでリバプールを翻弄すると、最後は古橋。この試合もゴールを決め、3試合連続ゴールを記録すると、さらに32分にも一瞬できた突破口を見逃さず、マティップを抜き去ると冷静に流し込みゴール。もはやビッグシックスでも手をつけられない怪物フォワードと化し、我々の想像以上の活躍を見せる古橋。その後試合は1点差に迫られ、迎えた試合終了間際のラストプレーで痛恨の失点を許し、勝ち切ることができなかったブライトン。とはいえこの古橋の活躍でこのシーズンもビッグシックスと互角に渡り合えているブライトン。シーズン中盤のシティとの一戦でも2対0と完璧な立ち回りで勝利を収め、古橋チームともに完全に流れに乗ったようなので、ここらでシーズン終了までスキップすることに。果たして古橋の成績は。まずはチーム成績から。ブライトンは今シーズンから順位を1つ落とし7位という結果に。しかししっかりと強豪の仲間入りを果たしていた。そして気になる古橋の個人成績は、驚愕のリーグ戦20ゴールを記録し、得点ランキング4位というプレミア1年目とは思えないほどの活躍を残していた。ちなみに三笘の成績は少しおとなしめの5ゴール4アシスト。最初のハットトリックだけ見せて、あとは古橋に譲ってくれたようだ。ということで検証結果、和製ハーランド爆誕かでした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。